文化放送ポッドキャスト q 大人同士のガチンコトーク大竹紳士購有録です木曜日は初評価の大森のぞみさんですはい、えー、どうも大森です、はい、なんかこの間の「あのタックル」では、うんはい、地下ハイドル特集ああ<ー>やああああ私見た見た メインディッシュすごかっただろ、チカアイドル特集も。どうもね、先週金曜日のメインディッシュで、大竹さんが、延々チカアイドルの話を、のつのひら相手に振るなと思ってたら、これかとか思いや、っていうか、もう、実際って、もう、なんか俺、やっぱ感じたのは、もうさ、出てきたらシカとしちゃうとかね、アイドルのシカとしちゃアイドルが仮面つけてるとか、あとなんか、出てきた時にはな、ババーとか。ディス そうやって、もそれで共犯関係が、まあ地下で、 しっかりできてるかやっぱり真ん中に地が介在してるんだなっていうのがねなんかちょっととってもちょっとびっくりしちゃったびっくりしたのはみんな参加したいんだなってことにびっくりしたそうですね地下に行く人はやっぱりもう本当に距離とか相手に覚えてもらってアイドルに知ってもらわないと満足できない人たちやっぱり結構多いねそれでだって自スるだってさ様式美っつうかさ形式美っつうんすかんかまあでもねコールアンドリスポンスみたいなね そう,そういうのやりたがらなさそ,、ね、そ,そうに見える人たちがやりたがってるんだと思って <laughs> 踊りも歌も下手なアイドルってさ、すごい歌は下手だし、踊りはみんなと合わないし、それで俺のが振って、なんだっけ、後ろに後ずさりする何とかダンウォークね、誰もできないっていう。ムーンウーク、誰もできない。 藤田藤田君なんだっけど、あいつのね、あ,あの芸人が一人やってみろってったら、はいはい、そいつは、まあ、オンエアになったことかもしれないけど、どうそしたら、中田。 中田オリエンタルラジオの中田君は、ちょっとやらせたら、あの人の弟ってすごいね、弟とダンサーなんですできるなと思って、パって振ったら、一番うまいんですよ、それカットされてまして、あれカットになってたんだアイドルができないっていうところがポイントじゃあ、俺の振り方間違いじゃない、アイドルができないってこと、できるのがあってんだ、後ろ向きにぴょんぴょん歩く人たちみたいなね、ことごとくできない。エビかと思った はは <laughs> はいい、はい。えっと、あそれでですね、うん、えっと今日はですね、今日ご紹介は。今日,今日ご紹介じゃ本のタイトルはですね、はい、本のタイトルからはちょっと想像できないあれなんですけど、はい、タイトルはですね、えー、部下を潰さない、それだ。アンチ体育会系リーダー術というです、ね。それだ もういかにもあのリーダー論の本みたいな。<う>本のタイトルがこれなんですよね、はいはい、部下を潰さないアンチ大会系リーダー術というですねサラリーマン、えー、が悩んでる部下をどう使ったらいいか、うんね、悩んでる、えー、サラリーマン向けの本かなと思うんですけどそういうことが全く書いてないわけじゃないんですけど。うんうん えっとこれ書いた著者のですね鈴木紀夫さんという人はあの公文社えにずっといてあの役員まで務められたえ方なんですけどえまあ女性自身を振り出しに「週刊宝石」から来てあとそれで「フラッシュというあの写真週刊誌のえ創刊編集長を務めた人で,ですねこの本のまあ一番の読みどころというかまあ半分以上はその「フラッシュの時代に写真週刊誌の現場でどんなことが起きていたかという話がずっと。 書いてある本で、うん、そこがすごい面白いんですよね。うん、だから、リーン・ダーロンのところは、<laughs> まあ、正直、このタイトルをあの書店で見ても、全く買う気は起こらないと思うんですけど、うん、たまたまその知り合いの編集者から、いや、なんかこういう本知ってますって言われて、うん、何それって言われて、いや、全然知らないけどって言われて、あの、いや、あの、結構フラッシュの話がいろいろ書いてあって面白いんですよっていうふうに言われて、うん、あの、パラパラ見せてもらったら、すごい、このね、うん、あの、うん 生々しいエピソードがいっぱい出てきてだからか、オープニングのね、写真週刊誌の現場のリポートを紹介します、みたいな。タイトルを一切言わないという,そう。タイトル、あれ違うと思ったけど、まあまあ。タイトル紹介しちゃうとね。あ、そっか。部下を潰さない、アンチ体育会系リーダー。うん、まあ、あの、著者の鈴木のりおさんっていう人が、あの、どっちかというと割と気の弱い性格で、あんまりその大声で、あの、部下を怒鳴ったりとか、そういうことができなかったから、うん、まあ、それでも編集長としてやっていけたのは、まあ、どうしてなのかっていうですね。まあ、話が出てくるんですけど、うん、まあ、実際面白い というのは、入社して最初はなんかあの本当にダメ社員で、うんえー、入社して5年間は、5年の間にあの10人上司が変わって、次々にいろんなところを台湾、うん、に侵し,して、うん、ここでも使えない、あそこでも使えない、うん、ってから、うちにはいらないからっていって、いろんなところにあの、うん、行かされたらしいんですけども、最後に出会った、まあ、上司からその、なんかすごい褒めてもらって。 でまあ、そこから急にですね、うん、俺でもできるんだということが分かって、その上司ともうあの何十年間、古武社にいる40年ぐらいの間、ずっとその,、うん、あのタッグみたいにして、うんえー、使えて、上司の出世とともにどんどん出世していって、向こう、あの上司があの役員を辞めるタイミングで役員になるみたいなところまで行ったっていう話なんですけど、だからまあその辺の話もですね。あの 今結構ダメ社員の人が読むと、まあいろいろ勇気がもらえるかもしれないんですけど、うん、実際に面白いのはですね、フラッシュじゃなくてそ。そうそうそう、フラッシュの <laughs>、えー、創刊された時の話。あの、三浦さんは写真週刊誌時代は、うん、まあ大体わかりますよ、ね。わかりますってか。フラッシュてうん。だいうからその創刊の頃とか。送還の頃はわからないかな。あのー、 もう結構あの、今となってはよく知らない人が多いと思うんですけど、あ、うん、あ、多いかもしれない。特に若い人はわかんないと思うんですけど、もともとその写真週刊誌っていうのは新潮社がフォーカスという雑誌を、えー、最初に出した1981年ですかね、うん、えに出したのがその写真週刊誌の第1号で、うんうん で最初の頃は全然さっぱり売れなかったんですね、うん、でそれが、えー、と何年かし、し2、3年ですごいあの急に売れ始めて、うん、大ブームが来て、ですね僕が新庁舎に入社したのは1983年なんですけど、うんえー、その頃はもう、その。 飛ぶ鳥をき落とすおきよいみたいな感じでフォーカスがこうガンガンえ時代をリードするということでまあ全く新しい今までいなかった週刊誌まあ今までねその週刊誌っていうのはその文字がいっぱい詰まっててえその週刊文春とか週刊新潮とか週刊先とか現代とかああいうスタイルがまあ当たり前だったところに文字がすごい少ないえで写真がえバンと載っててまあその写真で見せるみたいな手法がええー あの導入されて、えー、結構なんかコロンブスの卵というかですね、うん、今まで,でも見たことがないような雑誌だったから最初のうちは全然みんなね「うん、何これ」みたいな。 こんなの面白いのっていう感じだったのが、だんだん売れ始めて、ブームになると、ですね今度は後追いの雑誌が次々に出てきて、1984年に、3年後ですね、フライデーが、講談社のフライデーが創刊されて、FF 時代というふうに言われることになるんですけど、その後さらに85年に、文春がですね、もう覚えてない人も多いと思いますが、エンマという雑誌が、エンマ EMMA で、エンマって。 でで出してるる途中から、えー、週だかららだになるんですか、ねえー、まあこれ割と短く終わっちゃうんですけど、うん、あっ集になるんですね翌年習慣になるんですねでその後八86年にはだからそのエンマが習慣になって習慣、うん、の写真習慣誌が3子っていうところに持ってきて、うん、あの小学館が「タッチ」という。うん これはもう覚えてない人。覚えてない人。思いますけど。ね、<laughs> タッチタッチという話もあったんです。あ,あ,はい、あの、えー、っと、タッチは3年ぐらいで、えー、休館しちゃったんですかね。うん、まあ,あの、一時そういう週刊誌があって、うん、で、一番最後にですね、これ、うんまあ、だから、えっと、フォーカス、フライデー、エンマ、えー、タッチを合わせて、うん、FFET 時代とかって言ってるところに、うんえー、最後に相関されたのがフラッシュで、うん、でそこからあの、3FET、えー、フライデー、フォーカス、 フラッシュの 3F に F が3つにえと E と T、エンマとタッチで 3FET っていうふうに言われる写真週刊誌が毎週5誌も出てるという時代がえまあ起きて、あのー。 あの始まったんですねでそれが1986年の11月なんですけど、もうでも、創刊した時にはですね、すごいあの写真週刊誌バッシングがこう始まっていた時期で、既存のマスコミとかが写真週刊誌の取材方法とかね、その今で言うとパパラッチ的なあの取材はどうなのかって、散々こう、文句を言い始めてた時期に、えー、あのまあね、送還結構ね、長い間かけて準備しますから、あの創刊してみたら、その時はもうすごい逆風の嵐だったと。 交換の一ヶ月後に起きたのが、うん、あのフライデー襲撃事件。ああ、タケシさんの、ね。<laughs> そうそうそう。あ,<ー>あの。 えと1986年の12月9日ですね、ブラッシュの召喚が11月の5日で,で、その1か月後の12月9日に、武氏、うん、事件、あのフライデー襲撃事件が起きてですね、もちろんその、えーっとあの、何があってもその暴力はいけないとかっていう論調もあったんですけど、うん、やっぱり結構、写真週刊、誌ね、うん、フライデーとかあの取材方法、がプライバシーをどう考えるのかとかあの、芸能人なら何を書かれても黙ってなきゃいけないのか。 みたいなことでものすごいあの写真習刊したたきの嵐が、えー、吹き荒れることになってしまってだから最初はあの。 えとフ,ラフラッシュはすごくて、相関、80万部とかで相関してそんで、相関 <laughs>、うん、した時は82万部とか吸って、もうすごい勢いで、公文社の会社を上げてです、ね、まあ、もちろん何億も予算をつぎ込んで、大、うん、々的なその会社、全社を上げた、社運をかけたプロジェクトとしてスタートするんですけど、うんうん、もういきなりその相関した途端に逆風からさらに大逆風みたいなことになっちゃったので、うん、もう部数がみるみる,みる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 落ちていくというですね。 万部ぐらいまで落ち込んでしまって、一体どうするかということで、そのリニューアルを考えて、そのリニューアルしたのが、どうするかということで、これだけ写真週刊誌があると、個性を出さなきゃいかんということで、今につながる路線なんですけど、フラッシュは、じゃあ、うちの読者層は28歳の独身の庶民派男子だと。 庶民派男子っていうのは、要するにあまりお金がない、貧乏な28歳のまあ男の子をあのターゲットにしようということで、そこで要するに今までの,その社会派とか、ですねあれそれまであの男性タレントとかも出してたのを一切やめて、もうあの可いい女の子しか出さないグラビアと。で、お色気路線と、それからそのナンパな芸能記事とか、そっちの方であで大幅に。 フォーカスってもともとすごい後派だったんですよね。うん、あだからその法廷スクープ記事とか、かなりその社会的な問題を切り取るような、その、まあ、金券スキャンダルとか、うん、そういうものがメインにしてたんですけど、うん、それからもう全然その正反対のナンパな方向で、うん、うちはその、あの、28歳の男の子が喜ぶような記事しか載せませんということで、うんうん、あの、載せ始め、あの、うん 大きな方向転換をして、うん、まあそれが成功して、うん、えと今に、今までその生き残るですねえが築かれてその、ね、一番新しいフラッシュにもあの16ページ、あのヌード写真、袋とじとかが今、ってますけど袋とじは誰が考えたんですか袋とじはそういで、いや、袋とじの起源は多分他の週刊誌だと思いますけどね、女性誌かな、それはちょっと分かんないんですけど。えーうん でそのですね、なぜそういう方向にかじを切ったかという話がすごいおかしくて、も、うん、ともとですね、リニューアル前に売れた生地の、あのうん <laughs> え、っていうのは二つあって、一個が、あの、小泉京子のパンチラ写真という。ギャこれを載せるのが、あの、カメラ小僧が撮ってきた写真が持ち込まれてきて、じゃあこれをどうしようって言われて、でもそのままでは絶対載せられないからっていうので、あの、所属プロダクションのですね、まあ大変大きなところですね、まあそこの社長のところに乗り込んでいってですね、パーティーかなんかやってる最中に行って、ちょっとちょっとすいません、こういう写真があるんですけど、うちも苦しんで、なんとかしてくださいとか言って泣き、泣き落として、あの、 そう,するとうーんそうか君も困ってるのか。<laughs> いや強子が怒るだろうなとか言いながら社長が OK サインを出してくれて、うん、でそれが売れたっていうのと<ー>もう一個はあのナースイでの,のお色気写真というのが、うん、あナースイでオ,オールナイト富士で人気だったねタレントのっていうのが、うん、あのグラビアっていうのが、まあ、すごいあの人気を博したので、うん、これだっていうことで大きくかじを切ったのがまあ成功したとかそういうあの当時のエピソードがすごい面白くて白結構生々しいですね。はい、なので、えー、っとそので 写真週刊誌時代のですねいろいろ知りたい人はおすすめですお時間来てしまいましたそれでは採点お願いします部下を潰さないアンチ体育会系リーダー術は100点満点中部下を潰さない方もあるのであることはあるあのでそちらで興味がある人も読んでもいいかもしれないですけど点数は言わないですああすごい高いですね大竹紳士交友録木曜レギュラー初評価の大森のぞみさんでした